宮内です。よろしくお願いします。袋弱むと題して信州大学の宮内が発表させていただきます。私は千曲川水害の甚大な被害を受けた長野市長野町地区を対象に失われた児童館の再建プロセスを提案いたします。昨日いくつかご質問いただいた、敷地のプログラムだったりコンテクストっていうところを中心に今日はお話しできればと思います。まず敷地についてなんですけど、地図を使って説明していきます。長沼地区は長野市の北部に位置している町なんですけど、もともとは宿場町と栄えた町でして、南北軸に通る一本道が特徴的な街区を形成している、形になっています。道路沿いが大体6メーターくらいで、2車線の車幅なんですけど、そこに集落がポツポツ点在していて、そこの集落の、集落の中心にそれぞれ火の見やぐらが立っているというような形になっています。今は宿場町としてではなくて、りんご農家がほとんどこの町の産業を占めてるんですけど、いまだにそういった町の風景っていうのは残っているというような町になっています。で、次に、敷地に実際に水害が起きたときに、僕がボランティアとしてこの町に行ったんですけど、その時の写真も交えて説明していきます。実際に水害に起きた場所を目の当たりにすると、こういったように、なかなか、甚大な被害を受けていて、でも、本当に言葉を失うような状態だったんですけど、そんな中でも、火の見やぐらっていうのが残っていて、そこがすごく印象的で、いろんなものが壊れていく中で、こういった蔵とか火の見やぐらっていうのが残っているっていうのは何か、この町の復興の手がかりになるのではないかなというふうに感じました。そこで、この町にとって、最適な復興の方法はないかなと考えたときに、段階的に今あるものから少しずつ取り戻していくっていうようなことが、いいんじゃないかなと思いました。で、堤防が決壊した場所っていうのは、この地区の中心に位置している角集落で堤防が決壊しまして、体育館だったり、児童館だったりっていう一番主要な施設が集まっているところで堤防が決壊しました。なので、地域の核となるような施設が全て壊れてしまって、そこから面的にいろいろな集落の住宅にも全部浸水被害が起きたというような状態になっています。そこで、他の体育館だったり、支所っていうのはすぐに復旧できるんですけど、児童館っていうのはなかなか着手が遅くて、3年後、4年後までは再建のめどが立っていないというところだったので、子供たちが帰ってこれる場所を目指します。また災害ごみが、災害ごみも街にあふれているような状態で、なかなかそれらを移動させるのが、遠くまで移動させるのが大変ということだったので、提案することにしました。街の風景を観察していくうちに、残っているものと繕いによって変わっていくものっていうような関係性が見えてきて、これらを使って設計を組み立てていきたいなと思いました。水害後の修復風景では、住民が雨をしのぎたいっていう欲求に対して、ブルーシートの屋根で覆うっていうような植物的な対応なんですけど、繕いが発生していて、それらを応用するような形で、僕も失われた児童館のシーンを想像して、ここにどういった材料が当てはめられるかということを考えて、設計を進めていきました。火の見やぐら、赤沼の火の見やぐらはりんご農地が周囲に広がっている場所になっていて、不良りんごを農家が調理して子どもたちに振る舞うような場所になっています。ここでもいくつか児童館の子どもの遊び場となるようなシーンを想像して、設計を当てはめていきました。安の火の見やぐらでは、古民家や古民土蔵が立ち並ぶ昔からの宿場町の風景が多く残っている場所なので、学習室に見立てて、既存のバスケというプログラムを組み合わせながら、ボランティアとしてこの町を訪れた人が子どもたちと交流できるような場所にしたいと考えました。
大町の火の見やぐらは一番南部に位置しているところなんですけども、住宅街に面していて、まあ、非常に賑やかな町になって、子どもたちが通学路としてよく使っている場所なので、音楽室に見立てて古材を使った木琴だったり、風の音を聞けるようなテラスだったりというものを設けました。最終的に復興の最終段階として、その一番被害が大きかった中心地に対して、建築を建てよう、自動化の本館を建てようと思っているんですが、これに対しては、その本体と繕いの関係をもう一度用いたときに、この町の核になる場所で本体となるような、建築を作りたいなと思っています。集落で火の見やぐらの代わりになるような建築のベースを作りたいと思って、今この場所にある一部損壊状態の公共施設だったり、半壊状態の公共施設の区体っていうのを抽出して、もう一度火の見やぐらの代わりになるような建築のベースっていうものを構築していきました。1分前です。これらに対して住民たちが用いた繕いっていうものをこう当てはめていって、滑り台だったり、土間の周回ホールだったり、遊戯室っていうものを提案していきました。これはまた模型写真なんですけど、火の見やぐらでは、まあ、こういった系に、子供が遊べるような空間を作っていて、自動化に対しては、1階部分は土間になっていて、再び水害が起きたときは、建具とかは壊れてしまうんですけれど、また建具だけを取り付けることによって、すぐに再生ができるような、繕いを誘発するような装置になる建築をお願いしました。これ模型写真見たいですね。なんか今、映ってないですかね。すみません。今やっぱサムネイルしか見れない。わかりました。すみません。失礼します。サムネイルなんて。あれ。プレビューとかで大きくして映せない。プレビューにしてから共有した方がいいかもしれないですね。わかりました。サムネイルになってます。あ、出た。おー、あー、見れました。これが調理室で、全部外部になるんそうですね、飲み屋蔵に対しては全て半屋外空間とか、まあ、屋外空間に設定していて、こう、まあ、すぐにでも取り戻せるというか、すぐにでも作れるような建築っていうものを目指して行ってます。この火の見やぐらに対しては、もともとバス停っていうプログラムがついていて、ここにバス停が立っていて、人が待っているっていうような風景があったので、こうバスを待てるようなスラブとか、こう子供がよじ登れるような場所にしたいなと思って、こういう再生の仕方をしています。ここは大町の火の見やぐらは、まあ、自販機が置いてあって、既存は自販機が置いてあって、なんかちょっとしたオープンスペースになってたので、こうピアノを置いてみたり、階段をつけて上に登って遊べるような場所にしました。で、これが本館の写真で、本館の写真です。2階が遊戯室になっていて、1階部分は屋上空間は、まあ、テラスになっていて、今までの自動館っていうのは1階部分に主要な機能を置いてたんですけど、まあ、これから水害を考える上では、2階とか3階で活動が行われる方がすぐ再生ができるだろうということで、基本的な主要な機能っていうのは2階、3階に移して 1階部分は大きな土間空間にしています。この丘は、今出ている解体ゴミとか、まあ、どうしようも転用できないような資材っていうのを、まあ、埋め立てるような形で、小さな防潮堤を作るようなイメージで設計しました。この赤色の区体が、今現在残っている、一部損壊の状態で残っている体育館の区体になります。この
中に入っている機体っていうのは新しく設計したものなんですけど、その自動化、体育館の機体を補強するような形でコンクリートを打ち込むというような考えで、挿入しました。既存の残ってる状態っていうのが、はい、現状この模型の赤い鉄骨で示されているような位置にこの形で立ってるんですか？今現在は、立っています。そのじゃあ立ってるまま鉄骨は使うってことだね、赤いところ。そうですね、ただこの一部分柱が損壊している状態でして、この写真でいうところのこの三角形の屋根の部分っていうのは柱を取り除いてもう一回置いているっていうような形になっています。うん、今こう見えている部分、ここが本来の屋根の部分なんですけど、それをもう一度再構築するっていうか、まあ、組み合わせるという形で立てています。うんうん、そうすると、だから元あった状態、損壊前の状態の、組み立てられてる状態から柱を取り除いて下に落としたりとかっていうのをやってるってことだね。はい、あ、そうですね。うん、あと、シートの断面模型写真でいうと、すっごい上の方に茶室みたいなのが浮かんでるんですけど、それ図模型では出てこないですか？一応最初作ってたんですけど、学内の公表会の中でちょっと、まあ、そこまでできるのかっていう話になって、自分でもちょっと考えまして、最初に建築家として作る段階では茶室までは作らず、一応これ上で見切れてるんですけど、既存の櫓なんですけど、これ既存の木の実櫓を、まあ、置くっていう状態までは設計してます。上部の内部空間までは最終的には提案しないでおこうという段階でとどめました。これってどこまでが室内なんですかね。今私たちがこの見てる模型の、赤い鉄骨の梁がこうドンドンとこう中入ってくるじゃないですか。この辺はまだ、半屋外。そうですね、その、うん、基本的には、まあ、全て半屋外で行きたかったんですけど、なんかあ、そうなんだ。ただこの自動化の遊戯室とかは、まあ、やはり内部空間にしたいなって思いがあって、うん、まあこのアーチ状の機体の部分までは、内部空間というイメージなんですけど、ここから飛び出している、まあ、この、まあ、半屋外の空間というのは、住民たちが、まあ、屋内にしたかったら屋根をかけて屋内にしようとか、やっぱり外の方がいいねと思ったらそのままにしようとか、なんかこう、スクロイを持ってきたくなるような空間というか、なんか集めたくなるような空間という、それを誘発する空間にしたいなと思って、まあ、この状態でとどめているという、うん、考えです。平面図とかで、なんていうんですか、一応こう内外関係が分かるものってあるんでしたっけ？うん、これが平面図なんですけど、1階部分に対しては、建具だけで仕切って、この周回ホールとフォアイエが内部空間になっていて、あ、このトイレまでが内部空間になっています。2階部分は一応こう、体育館の、下の部分ですね。この断面図でここの部分なんですけど、うん、建具があって内部空間にしているというイメージです。なるほどなるほど。なんか本当に設計がもう内外全くなんていうかどこで切れてるのか本当に分かんないようなものだから、なんか それはとても魅力的 でそれが本当にうまくいっているという前提で考えるととてもいいですね。自分の中でもその
誘発、その直しを誘発したいという気持ちで、その反屋外を前提で設定してきたところがあるので、なんかその本当に内部空間として成立するのかというところは、まあ、難しいところというか、自分でも悩んでいるところで、そう悩んでいるところです。火の見櫓を、使ってるものとしてはやっぱりなんていうんですかね、リノベーションっていうか、火の見櫓を新築で作ったわけじゃないので、まあ、場所を発見してるみたいなことだと思うんですけど、それとその本体、今図面で出てるやつですね、それそっちはすごい難しいんですけど、リノベーションって感じでもなくて、ちょっとまあだからでも新築でもないんだけど、ちょっとあの場所を発見したそのまま発見してるっていうのと少し違うかなって感じがするんですね、うん、これなんで両方やらざるを得なかったんだろうか。設計の中では、まあ、本体と作りという関係の中では設計してきたつもりなんですけど、の段階によって設計の仕方ってどうしてもなんか変わってくるなと思ってて、その一番この町の特徴として一番主要の場所である集落に被害があって、もう本当に内部空間も取り戻せないような状態で体育館が残っているっていう状態でして、そこでまず内部空間を設計作るために、まあ、こういった新しいものを作るっていう必要性がまず最初に僕は感じてて、ただそれだけではこうあまりにも先が遠すぎるというか、住民にとってはこう 先の話で、子どもたちも今すぐ取り戻せるような空間が欲しいんじゃないかなと思って、こうだったら町の中にもう少しここに行き着くまでの中継ぎになるような建築の可能性があるんじゃないかなと思って、こうサーベイをしたっていうところで、火の見櫓を発見したというようなところになります。これなんかやっぱり結構ご自身が現実的な問題に近いから、そういうことをいろいろあの制約としてリアルに感じちゃってるっていうのが、あの よくも悪くもなんていうかすごく出てると思うんですけど、多分設計のプロジェクトとしては、もしかしたら私も今栗原さんの話聞いてて、この本体自体がその作ろうっていう、その割とこう時間の集積によって建物ができる、その出来上がり方を本体自体でもっとやった方がよりコンセプトとしては強いのかもしれないですね。今なんか火の見櫓、とりあえず3年までは火の見櫓でやって、でそこから急にこの本体ドンと建てることになるじゃないですか。そうすると作ろうっていうことがこう全体計画としてはこの本体にはあんまり見えづらくなってて、意外と内部しっかりしてるなみたいな、良くも悪くも、なんか本当は多分この総体の、 あの本体のこの総体の中に作ろうってくる場所が点在してって、だん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 こうそれがこう固まって内部化していくみたいな、それぐらいでも良かったかもしれないですね。そうですね、リアルに感じすぎてしまってるってところあると思ってて、この町に行ってから調査をするにつれて、あの災害ごみっていうのはあの汚染されてるので絶対つけなくちゃいけないんですけど、解体ごみっていうのは、まあ、住民が自分のお金で処理しなくちゃいけないっていう問題があって、なのでこう捨てたいけど建て替えたいけど建て替えられないとか、まあ、捨てたいけど捨てられないっていうゴミがこの町には今たくさんある状態になっているんですよね。で、それら、まあ、災害ゴミもそうなんですけど、そういうものってとりあえず一時保管場所として子どもたちの遊び場であるこの近隣公園とかに置かれちゃっているっていうの状態で、まあ、だからこそ今子どもたちの遊び場がないっていうディレンマに陥ってるんですけど、そういった時にだったらその手軽にっていうか、まあ、その解体ゴミっていうのをもう集めながら、今ある場所で子どもたちの遊び場となるような空間を再生できるんじゃないかなという思いがあって、火の見櫓を活用したいという気持ちになりました。うん、
ね、だからやっぱ現実としてはそういうことなのかもしれないですけどね。うん、すごいやっぱりその物の流れとかその現実のその時間としてどういうふうに物が置かれてそれがどういう問題が起こっていてっていうところをきちんと見ているっていうことがとても制約にはなってるんですけどやっぱりいいなと思っていて、でただこの最終的な本体の空間にするときにそれをもうちょっとこう積極的に提案してもいいのかなというような気はしていて、まあ、それはその住民が今後展開できるように今ハンク街にしておくっていう選択肢は一つあると思うんですけど、やっぱり建築家自身がこういうふうに使うとこんなにいい空間ができるんですよっていうことを示すっていうのも大切かなというふうにも感じるんですね。なので、まあ、さっきの RC のその新しい区体みたいなものはもしかしたらもっとシンプルでもよくて、でその代わりにその構造体に対してどういうふうに宮西さんがその繕いっていうものをかけていくのかっていうのが見られたりとか、例えばこの児童館の一部でそういうレクチャーをするみたいな場所があって、住民の人と一緒にこういうふうにこの場所は作っていくから、ある程度その住民の手だけではできないけどそのプロの手も半分入ることによってこんなふうに作られていくみたいな、そういう考え方もできるような気がしていて、なのですごくいい提案だと思ってるんですね。このやっぱり水害に耐えた本体っていうのが防災の記憶でもあるし、その町全体の知恵でもあるっていうところと、その繕いっていう人々の日常的な知恵っていう両方のこうスケールの違う知見みたいなものを展開していくっていうのはこの地域だけじゃなくって、きっと他の地域でも転用できるアイデアだと思うんですが、それがやっぱり空間としてどれだけ魅力的なのかっていうことを十分言えてる、かなりいいところまで言えてると思うんですが、さらに力強く言えるともっともっと良かったのかもしれないなという気がしますね。はい、素晴らしい前提です。はい、実際川さんにおっしゃっていただいた通りというか、自分としても最終的にはなんかこうしたかったっていうところなんですけど、今の住民の人たちって作ろうこと自体にそこまで魅力を感じてないというか、仕方ないからやるみたいなところでまだ終わっているなって思ってて、そうじゃなくて、こんだけ作れる力があるっていうことが本当に素晴らしいことだと思ってて、それを使うことでこういう魅力的な空間ができるんだよっていうのを昔に使って、今回設計に至ったところがあって、ただ僕がいきなり設計しても、なんかそれはよそ者がやってきた、ただ無建築になるなと思って、僕はスケッチっていう、ものを、ツールを使うことで、なんか、この地元の人たちが、魅力に気づいてくれるんじゃないかなと思って、設置を続けたというところがあります。その何も知らない人がいきなりやってきて、こうやればいいじゃんっていうんじゃなくて、こうやるだけ僕が街を知ってて、こんだけ住民の人たちに直す力があるから、それだけの力があったら、こんなに素敵な空間が作れるんだよっていうのを、教えてあげたかったというか、お手伝いをしてあげたかったというのなのが、最終的にやりたかったことです。宮西さんは本当にこういった活動を今後、ここでされたりはしないんですか？やりたい気持ちはめちゃくちゃあって、ただ僕なんかすごく臆病な性格で、完成させるまで見せられないというか、なんか、今の話にもつながるかもしれないんですけど、なんかこれだけ魅力的に空間になるから、なる可能性がありますよっていう段階まで設計してるけど、まあ、自分の中のファーストカーを書いて見せてあげたいっていう気持ちが強くて、なのでこの卒業設計が終わって、いろいろブラッシュアップして、こういう空間が魅力的な空間にっていうものが、自分の中で完成した時に地元住民に見てもらえる機会を作りたいなと思っています。楽しみにしています。今までの話とは全く関係ないかもしれないんだけども、はい、プレゼンボードのところどころに短歌というか詩というか、はい、あれは君が書いたの？これ僕が考えました。はい、お
なんか復興っていうのはすごくネガティブなイメージがあるというか、スクロイとかもそうだと思うんですけど、ネガティブなイメージになりがちかなと思ってて、なんか僕はこの作品を住民の人が見たときに前向きになる作品にしたくて、まあ、ちょっとイメージ先行になっちゃうかもしれないんですけど、歌を交えてこの街を表すことで、ここに住んでる人がこの街の魅力にもう一回気づけるんじゃないかなっていう気持ちで書きました、うん、なんかちゃんと五七五にのっとってるんで、まあ、短歌のような感じを受けてお恥ずかしい。いやいやいや、やっぱりそういうこの言葉もね、結構よくできてるなと思って読んでました。ありがとうございます。うん、なんかただ上の方の茶室は藤森の高杉庵をほっとこう思い、信州大学ですね君。あ、そうです。やっぱり彼も長野だもんね。すいません、これの前にあったなんか、調査のなんかこうシートみたいな、それの前か、これね、これ、うん、これすごいですよね。この中、これはつくろいの、アイディア集めみたいな感じですか？あ、そうですね、もともとは、うん、この水害が起きた後に、直された場所を探そうと思ってたんですけど、うん、まあ、この町を知るうちに連れて、まあ、いっぱい水害に帰ってきたっていう歴史があって、その都度、つくろいやってきたっていうような歴史があって、なんかそれはちょっと長期的なもの。例えば、蔵だったら、一番最初に示した、真下の部分を金属にするとかっていうのは、まあ、別に、この水害があったからの前の、もう一個前の水害のために作ったみたいなところもあって、いろんな時間軸のつくろいっていうのがあったので、それらを統合して、集めることにしました。1分前です。この辺のディティールが結構そういう素材の使い方とかも含めて最終的な設計に結構反映されてるんですか？まあ、自分の中ではそうしたつもりです。うんうん、日の宮寺に対しては割とその時間軸的にも短いものというか、簡易的なブルーシートとかを使ってるんですけど、最終的な本館に対しては、まあ、金属の屋根だったり、ある程度こう水害に耐えれるようなものを当てはめていったというような設計にしています。これは現場でスケッチしたの？それとも写真撮ってそれから？どっちもありますね。現場でどうしてもこう邪魔になりそうなところは写真撮って家帰ってやったんですけど、現地でできそうなところは現地でっていう形で。基本的には現地で。現地はい、そうです。このログハウスおかしい。これは煙突屋さん。あ、ストーブ屋さんがあって。本当、これちゃんと本当のログじゃないね。そうなんですか。日本語はこうクロスするところが半分ずれるはずなんですよ。ちゃんとしたログだと。そこが。そうです。うん。スケッチ間違い、それとも、いや、こういうやり方もあるんですけどね。多分スケッチがこういう形だったと思うんですけど。議論終了です。はい。ご苦労様でした。やっぱりありがとうございます。よくやってますよね。ありがとうございます。